ついてるんで、この辺を炙っていきます、うん、おお。10円玉ぐらいね、はい、と同じ量を出す、まあ、1対1、十分に混ざったら、まずはヘッドの内部に接着剤を流し込んでいきます、はい、皆さんこんばんは、ゴル夫婦のゆうたです。ゴル夫婦のゆかです。はい、本日はですね、僕の大人の遊び場一室をですね、工房部屋みたいになってて、ゆかちゃんの52度と48度をリシャフトしようかなと思いまして、はい、この手順を紹介させてもらいたいと思いました、はい、もう完全に普通の家ちょっとエアコン古めあくまでも僕のやり方なんで、こう素人でやってるから、うん、そのこれを完全に真似して安全ですよっていうのは、まあ、一概には言えないんで、まあ、参考までに、本当に参考までにお願いします、うん、見ていただけたらなと思います、はい、僕たちはもういつもクラブを組み上げるのは2人でやってます、はい、まあ、主に僕だけなんだけど、まあ、今回はゆかちゃんの52と48、はい、これ前作、はい、GFUH ですね、はい、で新たに商品ができましたんで、はい、これ48度、メッキあり、反対に向けてもらっていいですか、はい、メッキありですね、はい、でこれが52度となっております。ゆうたくんの顔にピントがいってる、はい、で今回2本なんですけど、はい、もうすでにゆかちゃん58度はあります。そう、僕はあえて錆びらしとんよ今。あ、そうなんだ。っていうのが、うん、錆び取りのどうやってやったらいいかなっていうのを、あの動画で出したらなと思うんで、うん、あえてこれ錆びさせてます、うん、でもう毎回雨当たったら拭いて、うん、もうタオルでもずっとこう擦ってたらめちゃくちゃいい味出る、うん、だから応急処置的な感じで次の動画か、はい、まあ、今後動画でね、はい、錆び取りの方法出していけたらなと思います、はい、でまずですね、現状の前作のスペックを測っていきます、はいはい、これ52度です。まあ、これも測る機械によって誤差があるかなとは思います、うん、でもこれが一番正確だと思う。 0. 点何本まで出るから、これ D の2点で で48度、はい、これ0にしてぴったしでしょ。うん、2点で。これもゆうたくんに組み上げていただきました。これなんで測るかって言ったら、うん、今回のやつとまた新しくしたやつがポイントがもう2とか3とか変わったらさ、振り感がせっかくいいものなのに違ってくるから、僕は毎回測ってます。で GFU ってすごいこの個体差が全くなくて、 300g だったら 300g、 もう 0. 点何方の世界、誤差があってもだからめちゃくちゃ組み上げやすい。で次にですね、長さを一応測っていきます。これも簡易的なやつですね、うん、なんかさ、あの棒のやつあったんだけど、うん、あれがすごい高かったよな、うん、35.5 ぐらい、うん、まあ、これ長さは多分変わらんと思うな。48度、これが 52度、うん、35.25 ぐらいかな、うんうんうん。あ、もうグリップも汚れてるのが見えちゃいましたね。これも、まあ、前に動画ね出してるから見てもらえたらなと思います、はい、でですね、まずリシャフトなんでこのヘッドだけ抜いて新しいのを入れるんで、うんうん、まずここを抜かんときのよな。ってなるとこのヒートガンで取っていきます、はい、まずはソケット部分だけ。このソケットは優秀で、うん、あんまり溶けにくいんだけど、うん、真っ黒のやつとかだったら真っ黒のやつ結構溶けたりしない？ブワーってこうめちゃくちゃ臭い匂いが充満しちゃうから、うん、当て方に気をつけた方がいいな。これは今きちんとお部屋も換気しておりますが、うん、お隣のお家とかが映るんで、あ、映るんだ。カーテンは閉めてます。こうなったら、そういう感じで取るんですね。これ、うん、カッターナイフで切れんのよな、これ。あ、そうなんだ、うん、なんか特殊なんだよ。へー。で、まず1本取れました、はい、
エアコンついてるけど、エアコン効かないんで、めちゃくちゃ暑い。ヒートガン使ったら余計にな。そう、ゆかちゃんの方に暑くなるから、こうしてこう面白いんだよな、こうやって自分で全部できるから。あ、なんか私はその良さがね、まだ分かってないから。多分男の人は好きだと思うな、DIY とかしたらさ。なるほどね、うん、なんか私はもうちょっと正直なとこどうでもいいって感じですか。あゆかちゃんほんまに感覚だから。私はもう別に、うん、って感じかな。傷つかないように、うん、これスチールだからシャフトがまだいいけど、うん、カーボンとかだったら結構ね、うん、気づいたりするからな。こういうのがめんどくさいんだよな、このソケット。 OK、はい、でですね、ちょっと58はこっち置いとこうか、はい、で、こいつをちょっと変えます。ででん、ゴルフメカニクス。ここの商品めちゃくちゃおすすめ。このバランス系もさ、ゴルフメカニクスだし。あ、そうなんだ。こっちの雷角調整もゴルフメカニクス。これ？うん。へえ。だからスパイン調整だけできんかな。あー、なるほどね。それ以外はもうほぼできる。面白いっすよ。で、こっから暑いんで、ちょっと手袋をしていきたいと思います。はい。はい、1本だけしようか。1本だけにする？とりあえず動画上は1本だけにしましょう。はい。ゆかちゃんこっち来てもらっていい？はい。でですね、ここをギュッと締めとかないと、うん、まあ、こいつがこのネジがこっち向かっていくんよ、うんうん、ヘッドとシャフトをこうギュッといくんだけど、はいはいはい、ここを締めてないと、うん、ギュッとシャフトごといっちゃうから、はいはい、よく締めておきます、はい、で、だいたいここにまあ、接着剤がついてるから、うんうんうん、シャフトの中と、ついてるんで、この辺を炙っていきます、うん、これも一部分だけ当てすぎるとなんか鉄が溶けたりというか、まあ変な色になったりするから、うん、ちょっとこういう風に、ね、このヒートガン結構安くなかった？安い。この機械さえあればリシャフトは余裕だな。 あとグリップ交換、その機械は高いん？なんぼだったかな、意外とすると思う。需要がないが、まずここまでする人ってさ。で、一回ちょっと様子見で味聞いてみようか、はい、ちょっとこっち見して、上から、はい、おー。で、この時にクラブ、ヘッドを持っといてあげると、うんうんうん、ポロッと落ちちゃうから、うんうん、傷つかないように。結構簡単に取れるね。そうで、一回戻してあげましょう。最近ゆかちゃんゴルフはどうですか？うん、あんまやりたくないね。暑いしな。もうなんかね、最近ダメなんだよね、うん、本当に。まあタイガーウッズでも予選落ちする時あるからな。もうちょっとね、下手くそに磨きがかかってきてるね、うん。ゆうたくんどうですか、ゴルフは？僕はもう可もなく不可もなくって感じかな。なんか特にこれといって。そうですか、うん、まあでも暑いのがほんまに無理。確かにな、冬も無理だけどな、うん、そう。ほんで、うん、今度ここに接着していくから、ピント、はいはいはい、うん、これを掃除してあげる。はい、もう買ったナイフでいいんですね。うん、全然。カーボンの場合はちょっと気をつけんと、うん、この辺からさ、ギュッ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 って言ったら削れてしまうから、で、油分をしっかり落とさないといけないんで、うん、これを掃除したらアセトンで、うん、ちょっと拭いていきます。でですね、これ穴が詰まってるが、この、うん、あ、はい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 、これを除去しないと、うん、要は空気が入っていくスペースがなくなるから、うんうんうん、こいつをちょっと除去していきます。で、これ教えてほしいんだけど、はい、たまにさ失敗したら、うん、この固まった
接着剤が奥に行くん、ずっと奥に行っちゃうんよ、うんうん、そうしたらもうグリップを取らんと手前に出てこんから、で太いのにちょっと変えようか、はい、米のドリルに変えて、うん、綺麗になった。めちゃくちゃ成功しました。こんな感じで穴ができましたね、うん、はい、中 OK です、はい、でこれアセトン、はい、アセトンで油分をちょっと取っていきます。はい、綺麗に愛情込めて、スコアが良くなりますように。ありがとうございます、うん、で、まあ、余談というかあれなんですけど、うん、補足、ここ、うん、色変わってるの分かる、うん、先端剥離は確実にやらないと危ないんで、うんうんうん、やっといてください、はい、これはもう1本リシャフト分なんで、はい、もうやった状態してある、うん、でゆかちゃん今回はこのソケットをつけるみたいなんで、はい、でこれ一つポイントがあって、うん、ここって平面なんよな、うんうんうん、けどあいつもソケットが浮いたりするときあるがん、でそれを防ぐためにちょっと面積を広げるっていう意味合いでも、うん、この中を削ってあげる、でそしたらちょっと内側にくぼんでできるんだけど、うん、もうほんと気持ちだけど、うん、このとんがったやつでこれをはめてグリ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 すると掘れていきます、はい、今回52度なんで間違えないように48度はこっちに置いといて、まずちょっとどこまでいくか、うん、ここだな、でソケットを打ち込んでいきます。いいですか、はい、例えばこの長さ、うん、この、うんうんうん、長さが、うん、こんだけちゃんとしっかり入らないと、うん、例えば、うん、こんだけ長さがあるのに、うん、アイアンのソケットに対してね、うん、こんだけしか入ってなかったら、うん、しっかり中まで入ってないし、うんうんうん、長さが変わってくるよな、うん、だからそのためにしっかり調整して打ち込むことが大切です、うん、はい、ちょっと音変わったな、変わったね、音変わったら多分打ち込めたら証拠なんで、ぴったし、うん、ほぼぴったしね、 OK だな、完璧だな、はい、はい、でできたらもうほぼ終了、終了、うん、あとは入れていくだけなんで、もう一回安全確認のために油分を除去して、はい、であとは差し込み口、うん、こっちにも油分を除去するのと、多分サビとかあるよな、うん、サビを取るためにも掃除していきます。汚い、結構汚いだろう、汚い、だからこれをしっかりやってないと、うん、本当に見えない部分ではあるんだけど、うん、やってないとヘッドが飛んでったりとかしたら大変だから、めちゃくちゃ汚い、一つ一つ丁寧にされてますね、うん、やっぱりな、この見えない部分をいかにやるかっていうのが結構大事だよな、うん、なんか表面的なところだけさ、うん、抑えとけばっていうのは、うんうんうん、僕はなんかちょっと、でもこの GFU っていうのは、うん、僕たちは組み上げてないんで、そうだな、うん、それで拭く、うん、熱はい、でここまでできたら、はい、あとはですね、はい、
糸、釣り糸、ほうほうほう、と僕は Y610 の接着剤、接着剤白と黒ね接着剤。この釣り糸をなんで入れるかって言ったら、うん、シャフトとヘッドを入れるときに、うん、ちょっとグスグスだったら飛んでいく可能性がさらに上がるから、中に入れてくっつけたら、うん、僕はだよ、うん、僕はだよ、僕はですよ、いきますせ、はい、バランスって先に測っとかんで、だいたい入れてどれぐらいになるなみたいな。いや、もうリシャフトの場合はでヘッドの重量も多分変わらんから、うんうん、ああなるほどね。でも本当に1本目に組み上げるときは、うんうん、つける前に、ゆかちゃん言ったようにこう事前に測って、測ってで大体グリップ入れて何歩ぐらいになるか、うん、10円玉ぐらいね、はい、と同じ量を出す、まあ、1対1、はい、はい、でしっかり締める、はい、ちょっとごめんなさいね。でこれが魔法の粉、フレンチなんとかですけどこれなんていうのかな、ガラス、まあうん、なんていうんだろう、ガラスをこうすごくミクロ単位で細かく砕いて、うん、ここから時間の勝負です、うん、時間との戦いになります。夏場なんでね、しっかり混ぜ込みます。十分に混ざったら、まずはヘッドの内部に接着剤を流し込んでいきます、はい、あくまでゆうたくんのやり方ですからね、うん、ここはでもほぼ一緒だと思う。しっかりね、入れました。なんか工房さんとかやってるところはもっとなんかいろいろあるんかもしれんけど、あくまでもこうプライベートというか趣味、うん、でもポイントはしっかり押さえとるとは思うからな。うーん、こっちにもまんべんなく、うん、よいしょ、つけてあげて、そしたらこのさっき言ってた糸、糸ね、ちょっと動画じゃ見えないかもしれないんだけど、もう入れました、入れました、中に入れました、はい、ちょっと糸をはみ出しといて、うん、こう時計回りでずっとぐる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 回していってあげます、うんうん、で僕は残り1センチないぐらいヘッドとシャフトの長さが組み合ってきたら、うんうん、この余計な糸を潰して切る感じ、うんうん、ここからちょっと力仕事ですね、ちょっと手袋つけましょう、汗がすごい、夏場なんでちょっと時間との戦いですね。そうですね、はい、でしっかり入ったんですけど、接着剤が接着剤ここに出てくるんや、今日どうしたよ。でこれをしっかりきれいにしてあげます、素早くね、うん、じゃないと夏場なんか今日暑いからすぐ固まるよな、うん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 、でこのソケットは結構ここのデコボコになってないよな今、はいはいはい、で綺麗だからこのまま行くんだけど、黒のソケットとかだとボコッと なったりするよね、大きかったりすると、まあ、ここに固定して、うん、でセロハンテープをここ頭のところに巻いてあげて、ヤスリでこう削っていく、でこう触りながらな、セロタンテープでこう触りながらボコボコしてるところがあるから、うんうん、ここを見ながら、うん、こうやって、はいはい、磨いていきます。僕はですよ、うん、でさらに綺麗に、まあ、手袋なんかしてやったらいいんだろうけどな、うん、絶対手袋
した方がいいですよっていうコメントな絶対あると思うわ。あるだろうな、うん、どうせ使ったら汚れるしな、うん、汗を拭いたタオルで拭くんですね。はい、僕何でも使いますんで。でポイントはちょっと言い忘れたけど、うん、これ今バックライン入れとんだけど、うんうんうん、これをしっかりフェイスラインと合わせてグリグリして調整する、うん、もうこれバッチリなんで、はい、で大体15分ぐらいで固まるとは言うけど、うん、僕たちはまあ半日以上は空ける、うん、そうね、1日は置いたりする、ね、うん、怖いからな、うん、でもこれってお店でやると結構やっぱり金額もかかるし、うん、じゃあ長さちょっと測ってみる。はい、大体、まあ、長さは多分変わらんと思うんだ、うん、まあ、大体合ってるかな、うん、35.25 ぐらいか、うん、でじゃあ測ってみましょう。はい、バランスを前後でどんくらい変わりがあるかいきますよ、はい、お、すごい、おー、いいのに、うん、ですね、はい、これで振り感が変わらずにいけるんじゃないでしょうか、うん、確かに、うん、はい、っていう感じで、はい、ちょっと大雑把にやったんだけど、うん、まあ、だいたい流れ的にはこんな感じかな、はい、で僕はもう最後にゆかちゃんに使ってもらってスコアが出るようにシャフトも磨いていきます。ちょっと途中グリップめっちゃ汚れたんでグリップは拭きました。ああめっちゃ汚れたよ、手袋がもうちょっとダメだったな。でこのシャフトを拭くときに、うん、この今 NS の950のシャフト使ってるから、うん、まだこうギューッと拭いていいんだけど、ダイナミックゴールとかのプリントだと、ね、もうめちゃくちゃ消えるから、これは本当に気をつけた方がいい。あとあのグリップ交換した後の、うん、ここ拭くの難しい。あ、これな、ここ分かる分かる、これはちょっとテクニックというか、まあ、慣れが必要なんだけど、まあこんな感じで、はい、拭いたのにもう持ってしまったなんじゃそりゃ。でもまあ綺麗に出来上がりました、はい、このソケットとかもめちゃくちゃ綺麗、綺麗ね、うん、でこのソケットとグリップを合わせたりとか、うんうんうん、でこの GFU ね、あの今いろいろ私たちしてないんですけど、うん、ちょっと有料にはなるんですけど、いろいろができてめちゃくちゃ綺麗になるんで、うん、そう、いやこれな、うん、実はマネキュアとかでもできるんだけど、もう本当に丁寧にやるよな、うん、めちゃくちゃ綺麗にしてくれて仕上がりが本当にいいんで、うん、まあ、本当にこだわる人は絶対に入れてもらったらよかったなってちょっと後悔した、うん、かわいいよなピンクとかね、かわいいなと思う。で、GFU GF? 絶賛発売中ですので、ゆうたくんにピントがいくんだ、まあ、概要欄にね、貼ってますんでぜひ使ってみていただきたいなと思います。はい、で次回はですね、サビ取り、はい、これあえてサビさせてます。もうサビの落とし方ね、ちょっとやっていきたいと思いますんで、はい、ぜひチャンネル登録していただいてグッドボタンもお願いしたいなと思います。ちょっと年季の入った家なんでね、ちょっとこの壁のちょっと塗装、壁が浮き上がってるのがちょっと見えてる、うん、見えてます。まあ本当貧相な僕たち、貧相なお家に今日も晩ご飯はもやしです、ね、すごいお庭って言われるんですけど、あれはゆうたくんの実家であって、うん、私たちの家ではありませんので。そうやね、はい、はい、そんな感じです。はい、質素に暮らしておりますとか言って皆さん、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。おやすみなさい。ということで、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。